モハーノ断崖モハーノ断崖は、アイルランドのクレア県ドゥーリンに近い、バレン高原南西端のリスカナーに位置する。大西洋からそびえ立つ、崖の高さは、ハグミ先で120メートル、8キロメートル離れた、最高地点オブライアン島のキタで214メートルに、達する。アイルランド中でも壮観な眺望を誇り、晴れた日には、ゴールウェイ湾に浮かぶアラン諸島や、コネマラの谷や丘が見られる。 オブライアン塔は、崖のおおよそ中間地点にそびえる円形の石像の塔である。アイルランド女王オブライアン・ボルの子孫、サー・コーネリアス・オブライアンによって八百三十五年に、当時すでに幾百人に及んでいた、見物客を監視するために建てられた。塔の頂上からは、アラン諸島とゴールウェイ湾、北は、モームターク山地、トゥエルブベンズの山々、コネマラから、南は、 ループヘッドまでが眺望できる。ハグみ先に立つ四角い石の廃墟モハー島はヨーロッパのナポレオン支配の時代の見張り等の残骸と言われる。モハーの残骸の一崖の地層は主にナムリアンキの結岩と砂岩であり、最古の岩石は外貨で見られる。3億年前の川筋が崖下を切って走る。多くの動物が崖に生息しており、その中で鳥が多く、 三万は二十九種に及ぶ。特に興味深いのが隔絶された崖と大島に集中する二室の目取りである。またタ,タカ,カモメ、ウミスズメ、ウ、ワタリガラス、ベニハシガラスも生息する。もはやの断崖はアイルランドの中でもとりわけ印象的な観光地として多くの観光客を集めており、2006年には百万人近くが訪れた。 1970年のデビット・リーンの映画ライアンの娘では冒頭で登場するほか、1987年の映画プリンセス・ブライド・ストーリーでクリフス・オブ・イン・サニティとして登場した。この地域は、クレア県議会と社ノ遺産局によって開発されており、崖の壮大な自然印象を楽しめるよう、目につくような人造の施設や看板などがなるべく、 景観を損ねないように配慮されている。このような配慮と同時に、もはやの断崖観光体験プログラムがかけに続く、斜面の地中に、周りの風景と溶け込むように建設されている。体験センターも環境に配慮し、地熱冷暖房、太陽光発電及び下水リサイクルという、再生可能エネルギーを使用している。 17年の歳月と3200万ユーロをかけて2007年2月に正式にオープンしたこの施設では、双方向的な情報設備を利用して、崖の起源を地域単位及び地球単位の地質学的観点から理解したり、この地域の鳥と魚の生態などを知ることができるほか、IMAX タイプのマルチメディア賞によって、崖からの長官や水中にある崖下の洞窟内の様子を見ることができる。 ありがとうございます。